いるか、いたな。よし、ならこれだ。いわゆるチョコレートというやつだ。送るのだろう。これでよいな。これでよいか、よいのだろう。義務は果たした。はい、終わり。はい、解散。では、言い間違えた。いな、照れ隠しだ。義務ではない、義理でもない。今のチョコレートは、その、 あれだ。日頃の感謝と愛情と友情とその他諸々をありったけ叩き込んだものと思うがいい。うん、まあ、アーチャーの時ほど手先が器用ではなく、いろいろと失敗に次ぐ失敗。結局我らがタマモキャット師匠に泣きつき事なきを得たのだが、アーチャーからバーサーカーとなった私は、何もかもに加減と制御が効かない。胸に渦巻く上縁に焼き尽くされてしまいそうだ。先ほどから何時の顔を見ていると、こう攻撃的になる。具体的に言うと、噛みつきたい。なんだか自分でも何を言っているのかあまりに不明瞭だ。そうだな、少し深呼吸する。気分はまあまあ楽になった。バレンタインということで、獣としての本能が多少刺激されたようだ。多少だ、多少。何かあらぬことを口走っていたような気もするが、全てきれいさっぱり忘れるがいい。しかし、なぜか急に落ち着いたな。一体これは、そうか、わかった。いや、ようやく気づいた。これは何時の匂いか。うん、いい匂いだ。サーヴァントとして当然の権利だと主張する。聞くところによると、ベッドにいつの間にか潜り込む輩もいるとか。私程度のわがままなど、可愛いものだと思わないか？思うだろう？な？うん。やっとわかった。何時のこれは善良の匂い。日向の傍らにいようとする者の匂いだ。この匂いである限り、誰かが何時のサーヴァントとして何時の傍らにいる。何時を守り慈しんでくれるはずだ。私を信じられずとも、この言葉だけは信じてくれ。ではまたな、マスター。幸多き生であることを心より祈る。